ゼロから詩吟を楽しく学べる詩吟チャンネル。おはようございます。こんにちは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟って一体何なの？どうやって吟じたらいいの？というふうに本当に超初心者の方に向けてですね、わかりやすく、そして YouTube だけで、吟じれるようになることを目指すチャンネルになっております。YouTube はですね、このオレンジ色のタイプの画像のものと、緑色のものがありますけれども、緑色のものは経験者向け。で、今回やっているこのオレンジ色のものが超初心者向けというふうになっているので、まあ自分に合ったものをですね、拾って見ていただければと思います。今回は12回目になりますね。まあこれまでにですね、いろいろ言ってきたんですけども、直近だと、一番有名な川中島ですね、こちらの吟を、前半後半に分けて丁寧に、説明していったということになります。そして今回本題に入るんですけれども、今回はですね、これ言い忘れてたなというところなんですけれども、詩吟におけるまあ一番、花形と言われますか、節調もしくは吟譜と呼ばれるものですね、いわゆるまあ楽譜みたいなものですかね、声の動き方、この今回は節調と言いますけど、この節調を、まあ節調の基礎をですね、改めて整理してお話ししたいと思います。どこから説明しようかな。まあ詩吟はというと、まあこれまで聞いていただいた通りですね、とにかく詩文を読んだ後に声を長く伸ばしていくんですね。しかもただ伸ばすだけじゃなくてですね、その中に上げたり下げたり、下げたり上げたり、本当にぐにゃ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 と、回していくわけです。だから初めて聞いた人はですね、こんな複雑な音を覚えられないよというふうになるかもしれないんですけれども、まあその複雑な動きをですね、もう少し、整理して、いただけるのが、整理できるように、なるための今回、まあ、そういった内容になります。まあこの銀の声の動きなんですけれども、これをまあ節調もしくは吟譜というふうに言います。では、この吟譜の種類です、節調の種類ですね、結構細かく分けたら、まあ相当あるんですよ。多分10個20個ぐらいあるんですけれども、まあ系統分けはできましてですね、今日お話しする5つ、そしてまあプラスアルファでもう1個知っておけば、まあ銀は一通りできるかなと思いますんで、安心して聞いていってください。ではですね、この詩吟における基礎的な節調ですけれども、これを言っていきます。まあまず1つ目はですね、棒引きと呼ばれるものですね。とにかくまっすぐ引く、まっすぐ、ただその音をキープするような、そんな感じです。で、二つ目が、ゆり上げ。まあ、三つ目が、大ゆり。四つ目が、中ゆり。まあ、中回しとも言いますね。で、五つ目が、ゆり落とし、ということになります。まあ、プラスアルファで銀代わりというものもやりたいと思いますけれども、まあ、順番にですね、詳しく説明していきたいと思います。まずですね、これあまり深掘りしたくないんですけれども、棒引きというものがあります。これはその時の詩文を言った後のこの音をですね、基本キープする。まあ途中揺らしが入ったりするかもしれないんですけども、弁水、まあ今若干音変わっとるやないかいって思われるかもしれないんですけど、基本的にこの、まっすぐ、まっすぐ揺らすんですね。そしてまた元のところに戻ってくる。まあただまっすぐ伸ばす場合もありますね。引き止めと呼ばれるんですけど、弁水、こういう風にやれば引き止めになりますし、弁水、まあこれは揺り止めとか、棒引きとか、まあいろいろ言われますが、どうしようかな。今回は引き止めだけ、まあ知っておけばいいのかなと思います。とにかく、まっすぐ伸ばすんだというものですね。それにあとはぐにゃぐにゃ入ったり、最後のところにぐにゃぐにゃ入ったり、真ん中のところにぐにゃぐにゃ入ったりですね。いろんな種類があるんですけれども、まあまず一つはですね、その音をキープするような、弁水、粛々、まあこれも全部、まあ棒引きに入れてみてもいいのかなと思います。ちょっと詳しい方が聞くと、それはちょっと雑すぎるよというふうに怒られるかもしれないんですけども、とにかくまあこのまっすぐ伸ばすタイプがあるということですね。そして、二
二つ目は揺り上げというものです。これとてもわかりやすくて、まっすぐ伸ばした後に揺らしてあげる、というものですね。これが揺り上げになります。まあ本当にわかりやすいです。これもですね、いくつかパターンがあるんです。こういう風にさらっと上がるものもあれば、こういう風にたっぷり、上がるものもあればですね、こんな風に上がります。最後のやつは三段上げ。で、一個手前のやつが二段上げ。という風にまあ言われますけれども。まあ、ゆり上げ、もしくは、三段上げ、それぐらいに知っておけば十分かなと思います。そして、三つ目ですけれども、三つ目が大ゆりですね。詩吟における一番、まあ、目立つ花形的な、この、節調になりますけれども、どうしようかな。夜、川を、こういう動きのものが大揺りになります。大きく揺らしているので大揺りですね。まあ大山とか流派によっては言うところもあります。これ一見すごく、音程が複雑に感じるかもしれないんですけれども、音だけを追えばですね、夜川を、まあ一番高い音からですね、順番にただ下がっていくだけになります。で、夜川を、そうですね。で、そこにさらにもっと、こってりしたバージョンとかを入れると、夜川を、こういう風に、なってくわけなんですけれども、基本の形は本当に一番高い音に到達するかどうかですね。川を、この音に到達するかどうかで、まあ大揺りか、次話す、中揺り、中回しになるということになります。まあそんなところですね。これもまた、いろいろあるんですけれども、押さえとかが出てくるんですけどね。川を、こういう風に最後にひょこっと伸びるパターンもあるんですけれども、まずはこの大揺りというものはですね、まあ知っておいてもらえればいいかなと思います。で、そして次が中揺り、もしくは中回しですね。これはまあ海底字のごとく、大揺りよりはちょっと低いよ、ちょっと小さいよという中くらいの山っていう意味ですね。大山、中山とかって言うんだっけな。まあそんな感じです。なのでまあ感覚的に覚えやすいかなと思います。大揺りが夜川を、夜川、川を、川を、川を、これがまあ中回しになります。本当一番高い音の一個下のところですね。一個下のところに、到達する、この山ということになるんで、まあ中回し、中揺りということになります。で、その次が五つ目ですね。五つ目、揺り落としですね。これは本当にこれもシンプルで、揺らして落とすというものです。川を渡る、揺らしてまっすぐ伸ばして落としていく。だから、揺り落としですね。これ途中で切る場合とかもあるんですけれども、まあ音程はとてもシンプルで、まっすぐ伸ばして、ちょびっと音を上げて、本当にただそのままシンプルに下がっていくというものですね。まあこれもいろんな派生パターンがあって、こういうふうにちょろっとだけ下がって止めるようなものもありますけれども、まあこういう揺り落としということに、が知っておけばいいかなと思います。で、ここまで、棒引き、揺り上げ、
大ゆり、中ゆり、そしてゆり落としを話していきました。で、大体の詩吟はですね、まあこれで一通り、解説できるんですよ、とてもシンプルです。だからちょっと今川中島をさらっと吟じていくんですけれども、まあここにこういう風に来るのかという風に知ってもらえればと思います。結構ですね、全部自然な流れでつながっているので、今まではなんとなく音が複雑に動いているなぁという風に感じていたかもしれないんですけれども、今回の説明を聞いてですね、それでここに大ゆりが来てるんだ、ここに、ゆり上げが来てるんだとかですね、それを認識してもらえればいいかなと思います。ではまずさらっと吟じて分解しようかな。ではいきます。川中島雷三陽伝生祝祝夜川を渡る暁に見る先輩の大河を要するよ遺恨なり10年一見を磨き流星皇帝だいぶさらっと吟じていったわけなんですけれども、だいたい分かったでしょうか。まずですね、弁声祝祝。まあここはですね、どっちも、弁声も祝祝もそっちの設置は、まあ棒引きが入っていることになります。まあゆり止めとか言う人もいらっしゃいますが、とりあえず今日の認識はそこで OK です。で、そして夜川を渡る、ここはですね、大ゆりをした後に、揺らした後はですね、やっぱりもう疲れたんでですね、降りたいんですよ。大ゆりをした後はそのままゆり落としが来るのがまあよくある流れ、まあほぼ大半がこの流れになります。で、暁に見る。で、ここも棒引きが入ってきますね。先輩の大河を要するを。で、先輩ので、ここで揺り上げが来ますね。で、揺り上げで上げた後は、まあ、大山なり中山なりが、大揺りなり中揺りなりが来ます。で、今回は、中揺りになってますね。まあこれは銀によって結構五分五分で分かれるところではありますけれども、これからサビの部分、天空が来るからですね、その前に盛り上がりすぎるとやっぱり良くないんですね。だからこのあたりに中揺りが来ることの方が、割合的には多いかもしれないですね。今五分五分って言ったんですけど、7、7、3ぐらいかな、ということになります。で、今度忘れした。暁に仙台を要するをで、いこんなり10年。ここもですね、基本的に詩文はまっすぐ、ただ伸ばしているだけになるので、まあ棒引きが入ってきますね。一見を磨き、この一見を、ここは、一番高いところに入った大きく揺らしている形になるので、ここは大揺りになります。ただですね、出だしの音が高いんですね。ここは天空の音そのまま高い音でキープしているから、そういう入り口が違うんですね。先ほどの夜、川をのところよりも入り口が高いけれども、その後の、一番高い音を経由した山になっているので、大揺りになります。で、渡る、今10年一見を磨き、そうですね、磨き、一見をで大揺りが来たから、その後は、揺り落としが基本セットで来るという、これ先ほどのやつと一緒ですね。
流星皇帝、ここで、棒引き、そして揺り上げが来ています。で、揺り上げをしたらですね、また今度もですね、まあ大揺りもしくは中回しが中揺りが来ると、長打を一数、長打をのところで大きく揺らして、最後は一数で棒引きということになります。バーッと言ったんですけれども、そうですね、結構最初は、まあ、棒引きでおとなしく、来てですね、最初のサビみたいのが来るんですね。それで、夜川をで大きく山が来て、大きな山が来たら、そのままセットで揺り落としが来ると。で、今度は下がったからですね、どこかでまた上げたいんですよ。上げたいんで、この、先平のところでまた揺り上げて、また一山来たいんですね。ただ何回も一番高い山来ると疲れちゃうんで、ここで中揺りが来るということですね。で、サビの部分が天空が来て、まあ棒引きで、そのままサビの部分なんで、もう大きく盛り上げたいんで、ここで大揺りが入ってくる。で、大揺りが入った後の流れは、そのまままた揺り落としが来てですね、最後の締めくくり、結句の方に入っていくわけです。で、結句の方はですね、もう一番盛り上げたいから、よりたっぷりめな、ゆり上げというものが、まあ、来て、で、最後にもう一丁大ゆりが来て、締まるという、まあ、そういう流れになります。だから、一番最後のゆり上げはですね、詩によっては三段上げが来ることも、ありますね。で、最後の大ゆりは、よりたっぷり、こってりめなものが来ることが多いということになります。大体、本当に7割8割ぐらいの詩文については、この構成になっているので、初見でも大体吟じられる理由はこういうことになりますね。あとは、まあ、誰かが自作した詩文においても、これっぽい、設置をつければ、まあ、大体それっぽい銀になると。ということになります。あとは、最後一個ですね、プラスアルファとして僕の大好きなこの銀代わりという独特なやつがあります。これは、まっすぐ伸ばした後、大きく下げて、また戻るっていう、ものですね。錦州城外、こういうやつです。まっすぐ行ったのにさらにドドドドドドと一気に下がって、でもまた上がってくるんですね。そうなるとなんか、深みとか重みとか哀愁とか、そういったものは結構表現できるので、僕は結構好きなんですけれども、こういう、銀代わりというものもあります。ということで今日はですね、そう、先に川中島を前々回とか前回とかやっちゃったんで、順番間違っちゃったんですけれども、この詩吟における基礎的な設置を、吟譜、今日はご紹介しました。まあ、一つ目は棒引き、二つ目は揺り上げ、三つ目が大揺り、四つ目が中揺り、五つ目が揺り落とし、そして、まあ、おまけ的なもので銀代わりを紹介させていただきました。まあ、参考になりましたならば幸いです。よし、では、今日は後半一つ吟じていきたいと思います。今日ですね、リクエストいただいた、詩文なんですけれども、ノーさんからリクエストいただきました。祖食作春夜ですね。もうまさに今春真っ最中ですから、これはいいリクエストだなと、思って。いや、これいいんですよ。これいい。今の時期にはもうドンピシャなんですね。なので、まず詩文を読んでいきます。春夜祖食。春宵一刻値千金。花に成功あり、月に影あり、花間老台声さいさい、終戦陰落夜ちんちん。ではどういう意味か説明していきます。春の宵のひとときは千金にも値する。咲き乱れる花は清香清らかな香りを漂わせて、月はおぼろに霞んで何とも言えない風情である。高戸の光殿ですね、高いところの建物の方から聞こえてきた、歌声も、笛の音も、ブランコのあるこの中庭で遊んでいた女子たちの女子たちの声も次第に静まり返って、こののどかな春の宵の一時を夜の更けるまで思う存分楽しんでいるのである。この本当にですね、この春のあれ宵の時期、
本当に素晴らしいんだよと。特にまあそれでどんちゃん、賑やかに騒いでいるのではなくてですね、それも終わって静まり返ったところですね、その時間がもう最高なんだよと、そういう詩文です。ではこちらを吟じていきたいと思います。まあ、今日話した説帳がですね、まあ、一通り入ってはいるので、それも復習がてら認識しながら聞いていただければと思います。春夜祖食、春朝一国でしたでしょうか。まあ、概ね8割9割方この説帳について、理解できたんじゃないかなと、思っております。いやー、これは本当に今の時期最高ですね。今吟じずしていつ吟じるんだというものです。もうただ読むだけでも、なんか気持ちが自然と入ってくるような感じですけれども、そうですね、春の別に花見でどんちゃんするのも別に全然悪くはないんですけれども、もうそういうのも全部終わってですね、夜の静まり返ったこの春の雰囲気ですね、花の香りとかですね、月の明るさとかですね、すべてを踏まえたこの雰囲気が、もう値千金なんだ、最高なんだ、これを味わっていたいんだと、そういう詩文でした。いかがでしたでしょうか。まあ、詩吟の楽しさがですね、少しなりとも伝わりましたならば幸いです。で、その気持ちをですね、ちょっとだけでもいいんで、コメントに残していただけたり、次はこういうことも知ってみたいんです、興味がありますとかですね、それもコメントいただければ、もう僕もしっかりと返させていただきますんで、気軽に、コメントしてください。では今日は以上となります。ゼロから詩吟を楽しく学べる詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。